前回のあらすじ。ゴエミンが仲間に加わった。そして物語は続いて。ようこそ戻られた。ウェルカムバックトゥ。やるか。激しく。イムロの村にやってきたか。この、西の地にある塔が。俺そう、ふと思ったんだけど、夜のバトランドも俺は見てみたいと思う。早いね。もう夜になった。ああ、くそ。なんだ貴様ら。でもまだ夕方だ。ああ、回り込めた。くそ。こんな奴ら相手に、鉄の槍を、イルコを見せつけてやるとこの。うわ !20! どんぐらいだったっけ、もともと。10ぐらい。10ぐらいか。いや、10以上いったよな。20か。なんとも言えんな。あれ、夕方だね、まだ。ちょっと待て、まだ俺たちは歩かなければならない。もうそろそろいいんじゃないか。おお、来たね。さあ遊ぶか。夜のバートランドで俺は遊ぶ。誰もいなそうだな。残念だったな。なんだこれは一体。どういうことだ。子供がいなくなる事件について、ママがさらったなんて決まってる。ってどうしたこれ。この国やばくねえか。きしゃー、この国やばすぎだろ。なんで帰るのと待ってる。てかもうあれじゃん、もうどっか行ったじゃん。変態ごっこしてる今頃。あ、もうでも穴なんで住み着いてんの。どれが待つ気なんだろう。再婚すればいいのに。やべえ、これ住み着いてんじゃん。え、なんでこれ住み着いてんの。やばくねえかこれ。だって夫いいんじゃなくて、夫がいるでしょ。もうやべえじゃん、帰ってこれないじゃん。あいつどうすんの。暗殺すんのかなこれから。どうする、ジジイ。なんか怪しいな、このジジイも。なんか裏でなんか覇権を握ってそうな気がする。寝てるし。布団かぶれや。風邪ひいちゃうよ。凄まじいな、これ。なんだ。この国、どうした一体。おい、ライヤー、お前大丈夫か。力をつけてきた。そう。よからぬことが起こってる証かな。知らねえよ。俺ら知らねえよ。しかし、すげえな。この、これなら、まずいね。非常にまずいことになってんの。あれ、これなんか入るのあったっけ。入れるか。やっほー。明日来てください。よこせよ。もらってくね。一人行くの怖いよ。出たよ。すやすや。ベッドがない。え、ちょっと待って、この人どこで寝てんの一体。床か。追い出される、多分。寝る頃に。かわいそうだな。めちゃくちゃだな、この家な。大丈夫か、ここ。急ぎの方向なければ。休ませていただけたよ。あいつ座ってるだけじゃねえかよ。知らねえけど。決まりっす。体育会系よ。何やろ、こいつは。今、キス知ったよな。マジ怪しいわ。チュッチュ知ったよな。とんでもねえな。変なのしかいねえ、この国は。寝るときは一番幸せだ。幸せか？寝るとき。寝るのってなんか死ぬのとあんま変わん、いや、もうわかんないけど、まあ、なんかあんま似たようなもんじゃないの。知らねえけど。楽じゃないな。こっち行くか。ドゥルドゥルドゥル。この斜めの感じがいいよね。出たな、怪物ゾーン。お、起きた。夢だったか。燃やす。寝てるし。寝てんな、こいつ。どうしようもねえな。ホーミーに話しかけばよかった、もっと。ドゥルドゥルドゥル。ダメってやると思う、確かに。抜けてる。昼間に広く感じるね。お前、昼間も来たい。いい感じじゃねえか。どうかどうか。寝させねえよ。連れてってやるよ。どこまでも。遠くの世界に。あれ狂った時代にそっくり。へえ、あれ狂った時代になったんだ。くそー。残念だったな。どけ。貴様らのその、フォーメーション全部崩してやる。残念だった。よし、これどっけだ。甘い甘い。よし。宇宙の法則は乱れた。ほら、満足してよ。キミラの翼とかなかったっけ。ないのか。じゃあこれ使ってみるか。羽の生えた不思議な靴。空高く舞い上がった。おーおお、屋上。あ、やばいじゃん。やばくね。おと、さあ来るの小僧。怖いよ、話してよ。これどうやって戻んの。これクリアしないとダメじゃないか。
魔物の仕業だった。だー、敵が出る。ダックスビル、これやばくねえか、大丈夫かな。ルカに、あー守備力を下げてきまった。こいつやばいぞ、強えぞ。うわやべえだろこれ、やばいでしょ、やばいでしょ。どうする、本人使ってくれる、本人使ってくれる、ちょっと待って頼むよ。おーし、よかった、ナイス、素晴らしい、感動、感動巨編。ちょ、これ死ぬんじゃねえか。よしよしよし、ちょ、数減らせ。でけでん、どっち、よーし、ほみこれ防御すればよかった。やばい、ライアン死ぬ、ライアン死ぬって。あーあー、おお、これやべえな、やばい、どっち、あー回復、よし、たま、よし、さすが、さすがほみ、お前のその、お前の采配に勝ってるから、すべては。くっそー、どうする、これは一旦防御でいくか。誰がどっちを回復するんだこれは。どっちにしても誰か死ぬ、これ死ぬんじゃないか。いやめっちゃ、よし、ライアンに来い、ライアンに来い、ライアンに来い、よし、ライアン、よし、よかった、ライアン、素晴らしい。よーし、いいぞ、本命に行くな、倒せ、よーし、いいぞ、すべてをその身を捧げて守ってやれ。よーし、本命に行くなよ。あー、なんということだ。ちょっと待って、金いくらなんだ今。あ、お金なくなったよね。うーわ、マジか。いきなりまずいことになったな。とりあえずもう行けるだけ行っちゃおうぜ。もう、しょうがない。もう、ここはもうダメだろ。もうダメだって。逃げよう。よし、逃げた。これ、ホエミなダメだろ、もう完全に。どうぞ、敵すぎだろ、これ。ダメだ、もう、ホエミすれば、もう気づいてない。それだったら私は逃げる。逃げるような勝ち。すべては逃げることによって解決する。おきむらの翼、これ変えれんじゃないの。トゥトゥトゥ、これさ、出すぎじゃない、なんか出てんの、どんだけ出んのこのフォーメーション、トップ3。こっから先は行かせないぜ。やめろー、やめろっつ、逃げるんだ、やばい、まずいぞこれ。ふざけやがって、めたくそじゃねえか。死ぬときはありません。ああ、ホイミンがくたばってる。ちょっと待って、ホイミン。復活させてくれ。一回やらせる。あ、10ゴールド。あ、10ゴールドか。ありがとう。よかった、10ゴールドで。強すぎじゃねえか。え、どうすればいい？防具？防具ね。どうにかならんかね。おい。天井のタブつけた。敵が強すぎるな。防具を買うべきだったかな、これはな。まあ行くけどな。まあ行くよ、俺は。あ、そっか。まあ、最悪ここで死につつレベル上げていけば、まあ、問題ねえだろ。あと、それに昼間になったから、まあ行けるであろう。エッチ行ったよな。で、どっちだ、こっちか。あ、人がいるね。何やってんの、ライアンじゃないか。ほんほん。とても手強い。ほん、見とくよ。あー、こいつがあれね。その例のやつね。お前、羨ましいよ。残念だったね。あ、くそ。また、この軍団よ。どうする、ベビーマジシャンか。アロップジロメス。一撃で倒せないと意味がねえよな。鉄のやり買っても。これがめんどくせえやな。ヒャード。うわ、まくらうね。倒せよ。これでまたやられたらたまったもんじゃねえぞ。ホエミ。終わんねえよ。終わらない戦いで。ホイミやるね。ホイミやったら俺も逃げるから、ね。逃げるよ。やめろ。よし。素晴らしい。全然倒せねえじゃねえかよ。全然倒せねえな。やばすぎだろ、これ。やめるんだ。君たち。よし、MP が足りない。よし、それでいいぞ。君はそれでいい。で、俺とぶちのめす。よし、倒した。どうする、ホイミスラムから潰していくか。まあいいや。ホイミスラムからやっていくかじゃ。多分一撃で倒せるだろう。やめんか、この変態どもが。地味に食らうんだよね。いやー、どんだけですか、もう。バトルで超あれだよな。時間かけてるよな。ホイミ。めたくそだな、こいつら。なんなんだ、このフォーメーションは。でもそんな経験値もらえねえよな。ホイミ。私にホイミをかけておくれ。うん、わかった。ほら、ホイミだよ。ありがとう。ホイミ。素晴らしいね。激動の時代。なげー。
バートル一個一個は長えぞ、ちょっと。どうすればいいのか。あともう一人頑張るじゃない。凶暴だね。やられるよ、ほんと。潜んでるかもしれない。てか、こいつに対するコメントは？あー、まったく。ちょ、これ本人仲間にした方はどうなんだ？この人だよ。ああ。このちょっと感謝が。まあ、そうだな。お前に振られたおかげで、俺はお前に会うことができたと。そういうあれね。薬草が足んねえな。ちょっと薬草足んねえぞ。てか、本人のあれだよな。ちょっとあんまりすぎても。この中途半端な。まあでも回復した方がいいな。満タン。よし。行こうかい？あ、なんか右上にもあったね。上に行けばいいんだな、きっとな。よし、これで宝箱にたどり着けるはず。おれ。力の種か。マジで？種使うべきかな？あんま使いたくねえんだよな。もったいない気もするけどね。あとで後々ドーピングしてえもんな。キメラの翼、薬草使うかじゃ。薬草、じゃあこれ使っておこう。まあ、最悪の場合はもう、あれだな。ドーピングして挑んでいくしかない。さあさあ。これどうなってんのこれ。回せる？あ、回せるね。これどっか行けんじゃねえか。トゥトゥトゥ。ピクシー。ベビーマジシャン。よし、やつからぶち殺す。そんな強くねえな。食らいすぎじゃね？さっき6ぐらいしか食らなかったよな。6、7ぐらいしか。ピオリム。素早さ上げるやつだな、これ。やめて。あぶね。ちょっと、ホミーさん。ホミーさん、ちょっとどうにかしてもらえませんか。ほらほら、よーし、ありがとう。助かるぜ。心強いな。わーお、会心。ここで会心の一撃。34ポイント。で、ここしか入れないよね。ここなんか広そうだな。お。あっち側にも、鱗の盾。マジっすか。まさか鱗の盾が。使うか、じゃあ。どれ使う？素早く使おうぜ、じゃあ。1、全然上がんねえな。力の種か。いや、もうやっちゃっちゃ。やるや、じゃあ。やってしまおう。ただ、全然あれだもん。命の木の実か。これは取っといてもいいかもしんねえな。ライアンもともとそんな、結構 HP あるからね。鱗の盾どんぐらい上がる？まあまあ、ないよりはマシだな。あ！あそこか。OK。なるほど。まずこっちから行きましょう。トゥトゥトゥ。金か。640。これ一旦帰ろうか。一旦帰れば、まああれだよね。一旦帰ればお金860。もう買えるね。多分もう結構いろいろ買えるんじゃないか。さあどうなってる。やられるかも。ちょっと回してみよう。あっちが、あーで。なんかいるな、そこに。宝2つ。よし。宝。ラックの種。種系いっぱいあるね。デレデレ。なにこれ。覇者の剣。66。鉄の槍いらなかったろ、これ。あべ、これ、一旦帰ってもいいかもな。一旦帰って、そうだな。その手もありか。あ、でもこれでこいつら一発で倒せんじゃねえか。ちょっと試してみるか。お前ら試し撃ちだよ。覇者の剣だからね、これ。伝説の、かの伝説の。31。やばいね。ライアン来てるな。革命が起きてるな。さあ、いいぞ。やめなさい。攻撃するのは。私の一撃を食らうがいい。トゥー！よし。レベル上がった。ホミーレベル上がんねえよな。上がるね。どんどん上がっていくね。で、あ、これか。で、あっちが正解ルートっぽいな。これはなんだ？ん？これは、回復だ！やったね。これは素晴らしいな。命の木の実か。使っちゃえ。いいよ。どうせ使わねえだろ。まあいいや。あれ？もう入れない。もう一回行かないとダメか。ドーピングをしていく。もうこれでもクリアできんだろ。てかもうこれでも結構戦力強化されてるしな、もうすでにな。もう割といけんじゃないか。さあさあ。これ何？あれ、入り口かな。さあ、一撃で貴様らを粉砕してやる。この一撃。今更ピオリも何度使ってもよ。全然あるじゃん。くれ！ははははは。これがこのピンクの騎士の一撃である。
よし。甘いわ。貧弱同盟。ここ何？あ、外に出た。え、でもこれどうやって帰るんだろうね。帰れなくねえか。まあ、キメラの翼あるからね。まあ、最悪死ぬしかねえか。こんにちは。もうダメだ。いいか、オッケー。地獄の帝王が復活しつつあるらしい。勇者はまだ育ちつつあるらしいんだ。はいはい。闇に放り無理される。あー、そういうあれだったのね。わかった。ちょい。お前、全部元気じゃねえか。まだあれか。あ、なんか怪しい。ちょっと待って。これ怪しいだろ。怪しすぎだろ、これ。回復しとくか。鉄の寄り。ちょっと待って。930だべ。930。まあまあ、何かしら。ホエミで。ホエミ使っとくか、じゃあ。よし。助けて、怖いよ。おう。勇者だろ、手締めるんだ。なるほど。助けに来たよ。あれ、ププルがバグを食べられちゃうよ。あ、ププルってやつ探したらすればね。こんにちは。ご苦労のことだな。やっとここを突き抜いたということか。子供返そうにいかぬぞ。あ、マジで戦うしかない。マジか。帰ろうぜ。もう帰ろう。あいつ置いていこう。もうあいつはもう生贄に捧げてやろう。なんだこれ。後ろから話しかけてみるか。ふっ、あれ回ってしまった。こうなんか後ろのあれだな、石像っつうか、なんかあの、あれの顔似てんな。ドラケシックスに出てくる、なんか。とあるお方の。我らの目当ては子供のみ。勇者になる可能性のある子供のみだ。大人になぞ用はない。だが、ここで知られたからには生かして返せばいいか。死んでもらうぞ、戦士よ。俺たちは、タラの戦士じゃないからな。叩き潰してやる。まあ、こっちから倒すのが鉄板だろうな、きっとな。あ、そっち？あ、食らうね。ギラー？ギラー使うのこの人。まずいね。いけるこれ。まずこいつを倒そう。カエル変わった。やばい。うおっ、うっ、うわっ、やべえ。ホエミ、あ、倒した倒した。ちょ、ホエミどうにかしてくれ。ちょ、こいつやばいぞ。あ、やばかったやばかった。倒した倒した。ホエミだも倒した。よし、いけるか。手先の攻撃。痛い。まずいまずい。ちょっと待って、どうする。ちょ、防御しとく。これで、よし、まあいいだろ。あぶねえな。意外と強いぞ。いけるか。ホエミありがとう。君の友情は私は忘れはしない。永遠に燃やされる。こいつ渋ってえな。あー、こいつ魔法使いすぎだろ。どんだけ使ってる。おお、ホエミ効かなかった。もういいでしょ。よし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 。ヒロト負け出した。なんだこれは。10。あぶねえな。もういいでしょ。もうそろそろおしまいにしようぜ。やっぱ後ろのあれだよな。あれの第二形態にそっくりだよ、顔が。渋ってえな。結構粘りますね、このお方は。よし、危なかった。危なかもねえか。途中まで危なかったな。人間ごときに破れるとは。だがきっと他の魔物たちが勇者を探し出し、その息の根を止めることだろうよ。お前たち人間はやがて帝王様の生贄となるのだ。地獄で待っているぞ。くっ、あばよ。開くじゃねえか。おじさん、ありがとう。家に帰れるんだね。この音のてっぺんから飛び降りると外に出られるそうだよ。え、てっぺんに行くの？返さねえ。勇者かもしれないから助かったんだな。ネギネ近づいた気がするんだ僕。お、なんかすごいこと言ってるね。うるせえ、勝手に言っとけ。うるせえな、こいつら。こいつらとてつもねえな。あ、じゃあ城のてっぺんから飛び降りればいいね。やるでしょ。みんなやるよ。金だろ。身の代金だよね。それがだってこの戦士ライアンの生き方だからな。どう考えてもそうに決まってるだろ。あ、
かわいそうにな。もう敵出ないのかな。出なかったら、てかもうキメラの翼使えばいいかも、普通に。あ、でもちょっと飛び降りてみたいな。そのてっぺんから飛び降りるという快感をちょっと味わってみたい、俺は。あ、敵出ないね。いや、解放されたか。よかったよかった。恐ろうなしたな。あれ、ああ。おお、バイバイ。なんか知らねえけど。あの野郎。うるせえよ。この鎧でも食ってる貴様。ここは、あれか。おーい。お、行ったね。よし、ザイムルに行こうじゃないか。このままバードランドに行くか。遊びに。でもいいや。あ、まだ、わーいわーい。よし。よ、大喜びだね。知り物っちゃうのか。あ、どうするこれから。お少女暮らせない。ちょっと待って、それはまずいね。助けてくれた、おじちゃん。金をよこせ。あー、いたね、そんな人。嬉しながらやったやつかな。ほう。あー、そんな切ないこと。日向ぼっこでもしようよ、しようぜ。ちょっと不安。一緒に大丈夫だよね。こういうやついいよな。こういうね、こういうやつはね、このね、純粋な心をなんかあれだよな。持っていてほしいわ、ずっと。任せろ。あ、ありがとうございました。ほら。絶対捕まんないもんね。はい。ちょ、待て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 。話せばわかる。ちょっと一旦落ち着くんだ。よし。これで和解だな。和解イベント。さらば。てるて。買っとくか。1030ゴールドだべ。買ってってもいいのかな。でもどうなんだ。まあいいや。買わなくていいか。見直した。王もきっと喜べたよ。あの変態夫婦はどうした。あのバカップル。あ、いねえし。いねえな。てててん。ふわふわ。誰もいないね。さて、こっちは。こんにちは。へぇ。ホイミン、これからどうするんだ、あなたはね。一緒に暮らせばいいんだけど、こいつのおかげであれであっても、もう功労者だよ、この人は。この勝利の。若者が現れることでしょう。知らねえよ。せや、この変態が。あそこにも変態いるもんな。あ、いね、今いね。にゃーん。そうだよ、もう。すべて解決したよ、もう。何もかも解決したもん。じゃあこれで、あ、こいつ行くか、じゃあ。あ、こいつか、覗いたの。こいつだな。完全なるあれだろ。とてつもねえ男だな。そういう、ありなの、そういう人生は。ありなのか、きっと。もうこのまま行こうぜ。スッと。あ、でもあそこの、洞窟のやつにも話しかけたいな、俺は。チラッと行くか、じゃあ。あんまり意味ねえな、俺。洞窟の男にもちょっと話をしたい。てるてるる。やっほー。ドヒャー。ずっとこれ、ほんとだよな。へぇ、干からびるんだ。この水の中に顔突っ込んでもいいんじゃねえか。これでじゃあ、てか敵出ないね。滅ぼしたか。このピンクの意向にひれ伏しておるな、みんな。噂の戦士。また話変わってんの、ちょっと。あ、ここはどうした。さあ、どこ行った、奴らは。まさか。その人、お世話になりました。俺だっか。金をよこせよな。100万ゴールドぐらい。頼もしいの。じゃあ凱旋ムードだな、もう。子供から化け物。ああ、まあ似てる。そんなもんだろ。でってって、安心して暮らせますわ。いい感じじゃないか。戦歴分かった。ちょっと戦歴を見よう。もうちょっとパワーアップしたろ。疾風の王宮戦士、かっけえな。疾風の王宮戦士。めちゃくちゃかっこよくなったぞ。
いい感じじゃないですか。安心して暮らせる。やで。つまりいるじゃん。バイト雇ってんじゃねえかよ。店場いるもんな。どういうことだ一体。何が起きているのか。やっほー。残念じゃん。あ、ついてこない。そうか、そういうことになってしまったのか。頼みがある。は？人がいいな。絶対こいつあれだ。入ってたら 100% その手柄独り占めする気だったら絶対そうだろ。お手柄だぜ。素晴らしい。おお、なんか人がいっぱいいるぞ。おお、オーライアン、よくぞもらった。待ちわびたぞ。この度のそなたの働き、誠に見事であった。エイムルの親子も喜んでおる。そなたのような気合いを持ったことは私の誇りだ。そうじゃ、褒美を取らせよ。何か望みはないか。何でもいい。言うてみ。なので、食べにだと思うんすか。お、旅。そなた、まだ子供たる勇者を見つけ、守りたいと。あい、わかった。それがそなたの望みなら、もう止めはせぬ。ライアン、これはわしからの選別じゃ。受け取れ。おお、すげえ。やべえ。やばすぎじゃねえか、これ。レベル8に上がった。うお。やばいね。え、どんだけこれレベル上がんの、これ。レベル9に上がった。すごいな。変態戦士がどんどん筋肉を盛り上げておるぞ。素晴らしいな。おお、賢さ全然上がんねえな。体力と力が素晴らしいね。え、めっちゃどんどん上がってるね。ぷっぷっぷん。どんぐらい上がんの ?18 ぐらいも上がんのかな。まだ上がるね。まだまだ上がるね。いきなり強くなりすぎじゃねえか、こいつ。いいのか、こんなんで。もうここら辺の、もう全部制覇できるぞ。ここら辺の物体を。もう最強じゃねえかよ。まだ上がるね。レベル15に上がった。凄まじいな。お、15で止まったね。ラン、気をつけていくのだぞ。ホーミンズは一緒に行けるね、これでね。よし。こうしてライアンは、この地のどこかにいる勇者を求め、旅に出たのでした。第1章。王宮の戦士たち。カン。